こんにちは、はちゅうです。皆さんはお酒で記憶なくしたことありますか？私は前に記憶なくしたことがあって結構大変な思いをしたことがあります。ということで今日もあいつがやりやがりました。女友達の記憶を催眠術で改ざんしてみた、だそうです。もう本当にパニックでした。お楽しみに。眠って、3つ数えて目を覚ますと、あなたは首元にキスマークがついているように見えてしまう。そう、吸われた跡がくっきりはっきりと見えてしまう。そして僕が指を鳴らすと、あなたは深い眠りにつきます。さらにこの催眠術をかけられた記憶、催眠術という概念が頭から消えている。3つ数えると必ずそうに1つ、2つ、3つアクセス。何それ？何？首ついてるな。ん？もうついてる。ほら。何これ？何これ？やったー！ね、何それ？取れない？あ、多分これリップ何につけてたの。いや、リップそこにつかないでしょうよ。いや、分かんないけど。なんで、それしかない。え、取れないの？え、てかそれ、待って待って待って。え、ちょっと待って待って。え、ちょっと待って待って。え、それキスマークじゃない？違う。うわ、いや、本当に本当に。あー、やったねー君は。大ちゃんに内緒でそうやってそう浮いた話はさ、すぐしてくれないと。え、知らない知らない知らない。あー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 、こうやって。あー、もう、え、本当にわかんないんだけど、この俺らの中はなんかさ、秘密に来たの。あ、やっちゃいましたって言ってよ。誰誰といつどこどこでやりました、全然言う。そういうことがあったらね。なんだって俺、八丁目からそういう話聞いたことないし。そういうことがないんだもん、だって。嘘だよ。嘘だ。いやいやいや、浮いた話がない。いやいや、待ってくれ。これじゃない。タッタ、みんなに報告ですな。誰、みんなって誰だ。みんなって誰。みんなはもう、はい、やりました、八丁目さんがキスマーク。やめた方がいい。ほらほらほら、ちょっと見して見して見して。めちゃくちゃブス。こんな、お前な、こんな、ちょっと確認し、自分で。それ何？わかんない。よくないよ。昨日何した？昨日家に行った。誰連れ込んだ？いや、ほん、一人一人連れ込んだ。あー、俺言った。あー、もうなんかやめちゃうわ、ほんとに。私もやんなって。世の中っていうものはうまくいきませんね。なんでですか？コンシーラーを手に入れた。眠って。3つ数えて目を覚ますと、あなたは今着ている服は昨日も着た服のように感じてしまう。そう、同じ服を2日連続で着ている感覚になってしまう。3つ数えると必ずそうなる。1つ、2つ、3つアクセス。ああ、なんでそうさ。でも普通に考えてみ、普通に考えてみ、同じ服だよね、昨日と。ん？同じ服だよね。なんで？悪っ。悪っ。あ、じゃあさ、なんで同じ服なんですか？いや、悪っ。そうやって、そうやって男をダメにさせるんだ。ああ、じゃあ本当に信じて。また増えちまいました。相方なら信じて。男がダメになった瞬間僕は目の当たりにしてしまう。はたた、もう確定的だから、なんか俺も救えないわ。これは出します、 YouTube に。やめた方がいい。マジでやめた方がいいと思う。なんでなんで。それがマジだったら、あ、私は記憶ないよ、うん、だけどそれがマジだ。見つかといて目を覚ますと、あなたは昨日の夜歌舞伎町で飲んでいた。そう、ストレスを発散するためにベロベロになるまでお酒を飲んでいた。そんな記憶がある。見つかると必ずその1つ、2つ、3つアクセス。本当に昨日は帰ったんですか？本当にちゃんと家に帰りましたか？昨日の夜思い出してください。本当は、ごめんなさい、うん、歌舞伎で飲んでました。あ、歌舞伎町のこと歌舞伎っていうタイプの人だったんだ。歌舞伎町のこと歌舞伎っていう人、俺大体信じてませんか？みんなお酒で何かしらの失敗する人じゃん。
長ぐらい省かせてよ。いやじゃあそれ謝罪した方がいいよ。歌舞伎町のことは歌舞伎と呼びます。よおよおちょっとこれはマジで一旦ちょっともうカメラとかじゃないよ。確かにまあ結構飲んでベロベロになりましたよ。どうなんベロベロになった？甘えもんなんだけど。うーわあーもう解散解散今日解散解散解散今日解散です。やめてよ。あー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 、まあね、あーダメだちょっとキモいと思っちゃった。あーちょっと気持ち悪いと思っちゃった。認めない。認められない。だってそんな記憶ない。いい認めた方がいいねって。見つかといて目を覚ますとあなたは昨日の夜はダイと飲みに行った記憶がある。そうダイとベロベロになるまでお酒をたくさん飲んだ。そんな記憶が見つかといて必ずそうなる。1つ2つ3つあです。いやまあだからさあ、じゃあまあ誰と飲みに行ったかだけ教えて。ちょっと教えてほしい。ね？たくん？俺と飲みっていうことは、え？俺だよ。え、そういう感じ？なんでなんでなんで？だってそういうことでしょ、要は。そう。やばいって。いや、やりすぎだろ。いや。いや、キモいよな。今のいや、キモい。え？俺悪者？いや、悪いとかじゃないけど、まあまあ。だって要は私もちょっとついてっちゃったってことでしょ？まあ、そうだね。まあ、でもその時の記憶、すっぽり抜けて。ないよ。ビア。あっち。さあ見とけ。見て。今後考えるぐらい辛かったわ。やりすぎだってこれはマジで。なあ俺もなんかやりすぎたわこの企画は。よくないね。マジで解散かと思った。いや